皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラス、今日は第61回です。石原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、30代、セールスルート営業の方、セールスの人多いね、最近多いですね、うん、いただいてます。はい、こんな質問です。いつもポッドキャスト楽しく聞いています。以前のポッドキャストで、喋るのが遅い人は思考の回転も遅いと石原先生がおっしゃっているのを聞いてショックを受けました。私自身、喋るスピードが遅く、思考の回転という意味で思い当たる、こともありまして、30代になって初めて脳を鍛えるということに興味を持ちました。面白いな。石原先生は普段から頭を良くする、頭の回転を速くするなどの目的で習慣化していることはございますか、はい、ということで、前回もちょっとね、脳の話に近かったんですけど、うん、今回も、うん、石田先生の一言で大ショックを受けたという方が、来ています。結構あれだね、はい、責任あるね、影響力のあるメディアになってきましたが、はい、分かりました。あのね、あの頭の回転を良くするとか、その脳を鍛えるっていうのは、とにかく一番大事なことはね、興味を持って生きるっていう生き方に変えてもいい。興味を持って生きる、そうそうそう。あの人間ってね、まあ、僕顧問先の人とかうちの社員で言うのは、あの閉じてる系か開いてる系かって感じするのよ。閉じてる系か開いてる系か。閉じてる系ってね、もうとにかく味気ない人生やってて、それは何かっていうと、それって仕事に役に立つんですかみたいな言い方するのよ。最初からもそのこの枠の中、しかもその仕事がさ、今やってるこれに役立つかみたいなことばっかり言うんだね。これ楽しいのかっていう話ですよね。で、僕なんかは、いや、あの開いてる系の人ってね、いうのは、この仕事にも役立つかもしれないし、将来もしかして何かあった時に得するかもなとか、もっと言うと、知ること自体が楽しいよねっていうさ、はい、前回も言ったけど、人間の一番の欲求は、あの、まあ、食べたり寝たりとかすることもすごく重要なんだけど、はい、それが満たされていった時に、最後はさ、知らないことが分かるってことでしょ。うん、もう気づきっていうか、発見っていうかさ、はい、驚きぐらい楽しいことないじゃない。だからその楽しいっていうことを前提に、あの何でも知ろうひあのとか見ようとか、行ったことないことをとか行ったら楽しいじゃない、はいね、だから開く気系の人間になるってことがすごく重要だと思いますから、まずは習慣としてはそれやってほしいんですね、はい、だからこの人セールスですよ ね、 そうですね。でゆっくり喋るってことは悪くないんでね。悪くないですか。うん、絶対いいと思う。だからそんなに落ち込まないでだって、はい、あのただね、思考、頭の回転が遅いって書いてあるでしょ、はい、でこういう人どういうことをやったらいいかっていうとね、これすごいやり方あるから教えると、はい、いろんなことをあらかじめ理論構築してしまえばいいんですね。あらかじめ理論構築、そうそうそう、あの聞かれる前に考えといて、はい、答えを用意してしまえばいいんです。あ、なるほど。そうで、みんなねこういう発想を持ってないんだけど、およそその仕事ね、例えばその商品でお客さんとの会話になった時に、無限にこうものを知らないといけないかというとそうでもなくて、想定されていることってそんなに多くない。そうですね、この質問が来たらこういうふうに答える、こういうふうに聞かれたらこういうふうに答える、そもそもこれってこうで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 、だから役に立つよねっていうのを全部あらかじめね想定して作っちゃうので、これ相手がいないじゃん、ね、で会話でなくていいんだから勝手に自分が答え作るので、はい、すごく楽にできるんだけど、それでね全部理論武装してしまうの、はい、うん、とすれば、うん、なんか質問が来た時にゆっくり理論的に話ができるよね、うん、はい、その場で考えなくてもいいから、結果としてはものすごく頭のいい人になるよねって、はい、うん、いや今話があって、これはまさにインタビューそのものですね。え、なんで私が普段やってることそのもので、いや今石原さんがおっしゃったように、その会う人、うん、今日もそうですけど、うん、事前にその方のことももちろん調べますし、うん、でどういう展開になるのかとか、きっとこの方はこういうことが得意ジャンルだし、僕としては、こういったことをリスナーの方が聞きたいと思ってるって全部考えてるんです。へ、メモみたいなのを作っておいてやると、私もともと話 の、 あの苦手ですし、あのいつも突っ込まれるように急に声が大きくなってるどっか向いて喋るからな、喋、はい、るのやっぱりもともと早いのでそっか、はい、なんですけど、やっぱりそれをすごいね、ちゃんとやってるんだ。やってますね。なのでそれをやっとくと当日安心ですし、なるほどな、仮に違う方向から来ても全体のそのフレームみたいのがあるので、その中で転換して話せばいいんだけど。事前の準備って何時間くらいするの？どのくらい時間？場合によると、まあ、その人によるか、でもやっぱり 2,3 時間もっとやってますから、時間にちょっと分けるの難しくて、例えば、うん、ちょっと話ずれちゃいますけど、うん、石原さんに取材をする場合であれば、うん、石原さんの公の情報は全部
まあ、本にしてもセミナーにしても何か行ったりとか読んだりする、うん、そうだよね。プラスそれだけだと深みが出ないので、うん、まあ、私の情報、プライベートな情報みたいなことで、うん、例えば石原さんをご紹介くださった方に、石原さんはどういったものが好きなんだろうとか、何が嫌いなんだろうとか、そういったことを調べとくと、その独自の自分だけのデータベースができるので、それって会った人のデータベースが全部あるわけね。ありますね。でそれで新しい情報が入ってきたら、はい、それ全部付加していくの。そうですね、あのきっちり例えばパソコンでシステム作ってるわけじゃないですけど、うんうん、自分の頭に全部入ってるので、あの、まあ、ちょっと例えばツール的なものでいけば、最近あのエバーノートとか、うんうん、そういったメモのツールも、ね、そういったものを使ったりもして。いやー、今日の早川君の話はいいね。いやいや、なんか私が素晴らしい話してしまいました。素晴らしい。ね、いや、なのできっとこの方の気持ちもすごい、私コンプレックスとしてやっぱりそういうのあったので、人前で上がるのもすごいありますし、うんうんうん、事前に準備しておくことで、最初暴走してたもんね。事前準備足りなかったんだけど、はい、いつからそれが本当にこう根付いて習慣化したの？いやー、でもやっぱりこれだけ、まあ、石原さんも含めてですけど、この自分の、本のポッドキャスト番組でいろんな著名な方と会うと、もうごまかし聞かないので、なるほどな、事前にどれだけ準備しておくか、なるほどね、ということをやらないとってことで、嫌でもそうならざるを得ないってことはさ、インタビューするさ、はい、ごとに賢くなってるよね。そうありたいですか。いや、なってる、はい、なってる。だからあのこれすごい面白いんだけど、今早川君答え言ったんだけど、あの人間って面白くてね、そういうことに勝手に気づく人と、言われたら分かる人ってあるじゃない。でも言われて分かってやったら同じことになるんで、そうですね、だからそういうことを一個体験ってすると、次もさ、ってことは何かする前にこうしとけばいいんだなとかってことで気づいたりするから、はい、こうチャンネルとか方向変わるよね。うん、でほら、例えば、あ、今回準備が足んなかったなと思ったら、はい、次回はもっと準備しようとかって思うでしょ。そうなんですよ、はい、だからこの人もそうで、商品なりサービスなりであらかじめ全部用意するでしょ、はい、で用意して、それでも答えられなかったこともたまにあるとするじゃん。ただ次はもうあらかじめ用意しちゃえばいいよね。本当おっしゃる通りだと思います。うん、そうすると、まあ、例えば10回ぐらい人に会うとかね、はい、してしまえば、はい、その仕事とかそのサービスを全て答えられるってことになっちゃうから、はい、そうするとすごい余裕で相手を見れるようになるでしょ、うんうん、そうするとセールスの成績ってすごくすごく、うん、あのできるんでね。そうですね、しかもその、うん、まあ、逆に営業先というか、そこに行った時に、その時ダメでも当然それで終わりなわけじゃないので、うんうん、多分そこで何か学んだことが足りなかったことをまた次に活かせばいいわけですもんね。そうそうそう、相手が同じで、あの失敗してさ、ああそうなんだとかって思って、次にこうしようってやれば、はい、その次からは補正されるもんね。そうですね、うん、でね、実はね、これね、経営者もね全く同じで、経営者がどうして社員さんを引っ張っていけないかとか、あの最近僕のところに来る人もですごく多いのが、あの社員が言うこと聞かないっていうのはすごくあるんだよ。あの採用してるのに言うこと聞かせられない社長って山ほどいて、はい、ね、それでよくほら経営理念とかを作れば会社ってうまくいくとかって話あるでしょ。でなんで経営理念作るとうまくいくかっていうと、実は経営理念を作ることによってで全てのことを想定するってことを前倒しでできるからなんですよ。うん、そうですね、うん、だからみんな経営理念をあっさり作っちゃうんだけど、はい、それは何かっていうと、自分の経営に対しての考え方とか、人に対しての問題とか、社員に対してはどうするか、顧客に対してどうするかっていうことを、はい、あらかじめ全部考えて答え出しなさいっていうのが本当は経営理念のやり方なの、うん、こういうふうに教えないから、はい、みんなその取ってつけたような経営理念作るじゃない。あの尺みたいな、ね、そう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 。だから言葉が言葉で終わっちゃうよね。で言葉がその人の中で意味を持ってないとか、経営理念作ることによって実は性格とか人格まで変わっていかなきゃいけないし、はい、経営のスタンスができないといけないんだけど、それは先回りして社員さんが自分に対してするであろう質問を全部答えられるようになればいいんです、はい、社長これはこれは何なんですか、はい、あ、それはこうでこうでこうでこうだよと、ね、社長こういうことは何なんですか、あ、それはねこうなんだけどっていう、その質問が全部の方向性を持って一つの方向に引っ張っていけるように答えられる状態になったら会社って経営できるよね。先回りですね。そう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 。だからこの方なんかは今そのチャンスなんで、そういうこと全部やった方がいいと思うんですね。で結果としてね、それをすると実は頭一番よく使うようになるから、回転良くなったりする。なるほど、うん、それはあれですね、きっと。うん、まずは準備というか、そのあたりですね。そうそうそう、うん、準備があったら全く怖くないもんね、うん、相手よりも先にこっちがいるから落ち着いていけますからね、はい、確かに何を言われるんだろうとか、そういう怖いことはかなり減りますよね、ね、今までにさ、はい、あのインタビューした人で一番怖かった人ってどういう人、はい、
それをカットせざるを得ないんじゃないですか。あ、そうか、いや、実名言わなくていいんだけど、こういう人って、言わなくていい、ね、一番ビビった時ってどれくらいビビるもん。あ、でもこれ番組で使えるか分かんないですけど、うん、いわゆるこの人はいかにも業界でなんかもうビビりそうだなみたいな方いるじゃないですか。そういう方は今のまさのそのお話で事前に準備しておきますし、うん、心づもりもできてるんです。例えばこんな突飛も、うん、突拍子もないこと言うんじゃないかとか、例えば途中で出てっちゃうんじゃないかとか、そういうことを最悪を想定しているので、実は僕自身は全然ビビらないんです。出てっても想定ないってことか、はい、ないです。面白いな。ただ周りの、ギャラリーはみんなヒヤヒヤしてますけど。はあ。だから早川さん終わった後大丈夫でしたかみたいに言われたことあったんですけど、実は私は全然大丈夫で、へえ。それよりもやはりその今までおかげさまであのそういうケースないんですけど、多分私がやはりビビるとしたら、事前に調べたこととかと全く逆だったとか、世の中で言われてるイメージと本当に違ってたみたいな。なるほどね。それはあの先ほどお話しした公の情報と私の情報を両方調べておけば、まずそんなにずれることはないのかなっていうふうに思います。なるほどな、はい、いや今日は楽しかったね。早川君ちゃんと仕事してる、よかった。おかげさまで少しずつ思考の回転を早くなってると思います、はいはい、この方もぜひあの事前の準備を、していただければと思います。はい、石原さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。